左ステダウンシステム。今はフルレンジの C64M ですね。そっか、減衰してるからだいぶシャローから抜けてるのかもしれない。ほらいた。ああ、900ありますね。よし。よっしゃ。で居座ってそうな場所なんですけど、ちょっとここ出たところで風当たりの足を。あれでした。ここはどこですか？ここは沖宿ですね。
っしゃモンスター、やったオラ来たー、オラーしゃー、あと一発入れられればかなり見えてきます。なんとか自分の思ってた、まあ、そのストーリーの中では、まあ、上出来な形で、試合を終われたかなと思います。でも、まあ、自分的にはよく頑張れたなと、まあ、テイルウォークさんの、ね、支援のもと、このトーナメントに出させていただいたことを本当感謝しますし、また応援してくれた、ね、テイルウォークファン、またその他、バスフィッシングファンの、ね、人たち本当に感謝申し上げます。惜しいっていうぐらいかもしれませんが、まあでも最高のパフォーマンスを出せた、フルレンジとともに出せたっていうのは本当に良かったと思います。以上です、帰着します。結構頑張ったよ俺、これで 5匹います。5匹います。西で大好きなの続けさんで、東大好きな通称お客さん、はい、これ来てんじゃん、来てるね、黄色い5フィッシュ5アライ、はい、井上選手5フィッシュ5アライ5の5、バサーオールスタークラシックのですね、予選会、ワイルドカードが、終了しました。結果は今日は2位だったんですが、まあ、今日ね活躍したタックルを、紹介したいと思います。まず朝一、シントネ川に入りまして、橋脚のですね根元に落ちている、まあ、レイダウンみたいな、木のですね塊のところに、今日はこのフルレンジの、S63LSL、 これ新製品なんですが、それと、インスパイラーの 2500S ですね、こちらの方を使った、ダウンショットで、1キロのサクラがまず朝一に入りまして、なかなか厳しかったんですが、まあ、ダウンショットでね、まずは1発目、これが、火蓋となりましてですね、次どん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 こういい展開にいった形になりました。それでですね、今日、まあ、一番魚を多く取ったのはこのフルレンジの C64M、まあ、これ僕がデザインさせていただいたロッド、それと、今テイルウォークでですね一番最新のリール、ベイトフィネスのですね、タイプです。テイルウォークフルレンジの BF81L ですね、これを使いました。で、まあ、これを使ったのは今回は、リーダーレスダウンショット、いわゆるパンチショットリグなんですが、3.5g の、まあ、テキサスリグみたいな形のですね、まあ、リーダーレスダウンショットを足際に、どん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 打って打って打ちまくるというような形で、キーパーを取ってきました。確かトータルで8本ぐらいは釣ったんじゃないですかね、はい、そんなような形です。おすすめです。
それと、今日はキッカーフィッシュ、最後1800ぐらいの魚を取りましてですね、これでいよいよあのオールスタークラシックいけるかなと思ったんですが、まあ、そんな中でですね、これもすごく活躍してくれたのが、C65MH、 それと、このフルレンジのですね、で、リールの 81L ですね、こちらの方を使ってもう対キッカー専門ということで 6.8 インチのストレートアーム、ちょっと大きめのストレートアームをネコリグで木枠ジャカゴに打っていくっていうのが僕のキッカーパターンでした。まあそんな形でですね、今日はこの3機種が活躍をしてくれましてですね、まあ惜しかったんですが、5380g、5本で 5380g ということで、まあ結果的には準優勝っていう形なんですけど、実はこのワイルドカード、2位、優勝しなければ何の意味もなくて、2位以下はですね全くノーフィッシュとほとんど変わらないという、まあ、1位のみがですね、優勝者のみが、オールスタークラシックに行けるという試合でしたので、まあ、惜しかったって言えば惜しかったですが、まあ、悔しいかな、準優勝、またこれ次ですね出る機会がありましたら、今度こそ、まあ、今回2回目だったんですけど、参戦は2回目だったんですが、今度こそ優勝を目指してですねできたらなというふうに思います。まあ、テールウォークフルレンジのですねファンの皆様、本当にいろんなね SNS 等でも応援いただきましてありがとうございました。結果的にあとちょっとっていうところではありましたが、またねこの悔しさをまたバネに、WBS そしてトップ50もあります。頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。